皆様こんにちは。ベガトラベラーチャンネルにようこそ。今回は飛行機に乗って石垣島まで行き、大自然を満喫します。シリーズタイトルは石垣島へ行こう、スペシャルステージ6、第6回目、天然サファリパーク平久保半島エコロード。石垣島最北端の平久保崎から牛や馬が放牧されていて、まるで天然のサファリパークのような平久保半島エコロードを散策いたします。ハローオールオーバーザウォールド、 Thank you for watching and welcome to the Vega Traveler Channel. This time, I'm going to visit 石垣 Island by Airplane Peach. The title of this series is Let's go to 石垣 Island to enjoy nature. Special Stage 6Natural Safari Park, Hirakubo Peninsula Eco Road. I'm going to drive around the Hirakubo Peninsula Eco Road from Cape Hirakubo, northernmost wilderness of Ishigaki Island. This Eco Road is kind of natural safari park. Cattle and horses are grazing. Let's enjoy the video. Thank you.はい、ということで、この石垣島最北端のもう本当に天然のですね、展望台のある平久保崎、本当に感動しました。こちらを離れましてですね、南の方に向かって戻っていきたいと思います。ただ、来た時とはですね、別の道を通って南の方に行きます。来た時はですね、この平久保半島というのがあって、西側の、道があるんですが、それが県道206号線といった道なんですが、帰りはですね、この半島のですね、東側の海岸、こちらの道を通って帰りたいと思います。でこちらの道はですね、舗装がされていない道になっておりまして、名前は平久保半島エコロードっていう名前がついているんですが、ここはですね、本当になんか天然のサファリパークのような、牛とか馬が放し飼い、放牧っていうんでしょうかね、放し飼いされているような、ところエリアを走る道となっております。はい、ということで Google マップで今回の経路を確認します。このように今広域の地図を出しているんですが、周りを見るとですね、上海ですとか香港ですとか隣に台湾っていうのがあったりします。本当にこのエリアっていうのは、他の、隣の国に近いといった、特徴があるエリアとなっております。台湾とも本当にこんな、すぐ近くにあるといった感じになります。はい、そしてこの、島がですね、石垣島です。もうこれ何回も出していますので、形がなんとなく分かってきたんではないかと思いますが、こんな形になっております。それで今この石垣島の最北端の、この平久保崎、こちらを、前回の動画でですね、見学をしてきまして、非常に美しいエリアだっていうことが分かりましたよね。で、今回はこの平久保崎から、この平久保半島エコロードといった道を通ってですね、南の方に向けて進んでいきたいと思います。はい、それでですね、この半島のですね、海岸線になるんですが、山も結構迫っておりまして、そういった感じで山が迫っている海岸線ということで、非常に美しい景色が見られるっていうことと、あとはですね、この道路の途中にですね、ゲートがあってですね、牛や馬が放し飼いになっていて、逃げないようにゲートが作ってあると思うんですけど、そのゲートを自分でこうやって開いて、中に入って、またその出口のとこでゲートを開いて外に出るといった形で、ゲートを通過するといった道路になっております。それでドライブの途中にですね、実際に牛や馬に遭遇したり、あるいは海岸線で、海岸線をちょっと歩いてみたりということで、非常に楽しいドライブといった感じになります。はい、それでは平久保崎を出発しまして、県道206号線、これを終点まで走っていきたいと思います。上に黄色い看板が出てますね、注意といった看板が出てます。この辺りで道が、一旦県道が終了になるといった形になるんでしょうかね。はい、ということでまず、この県道206号線の一番終点まで来ております。はい、それでですね、道路は、突き当たりまで来ると実はまだ続いておりまして、おそらく県道206号線はこの辺りで終了になると思われるんですが、細い道が続いております。おそらくこの辺りがですね、エコロード、平久保半島エコロードの出発点ではないかと思われます。でここにまた T 字路がありますが、この、半島の東海岸を渡っていきますので、右折をして、進んでいきたいと思います。
はい、右折をしますとこのように、ちょっと今ちらっと、ま、ちょっと見えないんですけど、馬が飼ってある牧場に、出てきます。牧場で、ここで馬を見ることができるといった、ところを通ります。はい、そしてこの道をさらにまっすぐ進んでいきたいと思います。この辺りからちょっと道が舗装されていませんが、この道がエコロード、平久保半島エコロードとなります。はい、このようにですね、まあ大自然、大平原の中を走っていく道路、これが平久保半島エコロードといった形になります。で、この道路がですね、まあすれ違いがちょっとできないくらい、まあ、この辺りはちょっと広いからいいかな、まあこんな感じになってるんですが、だんだん道が狭くなっていてですね、まあすれ違いをするのがちょっと難しい、区間があるといったことで、まあ、鉄道でいうとですね、単線区間といった感じになるでしょうかね。単線で行き違いがしにくいといったことになっておりますので、まあ、行き違いの車が、来ることもあるかもしれませんので、まあ、そういった時はちょっと注意といった形の道となっております。まあ、たまにね、今ちょっとあったんですけど、まあ、左右にですね、ちょっと広場があって、そういったところで、まあ、避ければですね、対向車も、まあ、回避することができるといった形になっております。で、まあ、ちょっとですね、この道が舗装されてないということもあってですね、わだちがちょっとできちゃってる区間もありますので、まあ、ということで、まあ、できればですね、本当はこの四輪駆動の車、車高の高い四輪駆動の車で、まあ、小型の車が一番適しているのではないかなというふうに考えられます。はい、この辺りまで来るとですね、今ちょっと山の、ちょっと山といいますか、標高が高いところを走っていたんですが、こちらの方から標高の低いところに移動していきます。そうするとですね、海がちらっと見えると、まあ、海岸線を走るといった区間になっているようです。はい、それでは、ちょっと、また早回ししていきたいと思います。このようにですね、まあ、細い輪立ちのある、まあ、舗装されてない道を進んでいきます。あ、おや、なんか前の方からすごいでかい、これなんか農作業用の、まあ、大きな、車が来ました。これやばいじゃん、これどうしよう。これコース、ちょっと広場がないのでバックするしかないんかな。ちょっといやー、これ単線、まあ、鉄道でいうと単線区間で、ちょっと前から電車が来てしまったような感じで、ちょっとこれ避けることができないので、ちょっとひたすらバックしましょうかね。ちょっと曲がってくれました。あ、こちらに入ってくれました。ああ、よかった。ああ、よかった、よかった、よかった。まあ、こんな感じで、まあ、地元の方、こちらの、まあ、土地を持っていて、こちらで作業をされている方、まあ、前から車、でかい車が来たんですが、どうやら、横に入ってくれましたので、このまま前に進んでいけるようです。はい、それでは、エコロードを進んでいきます。まあ、動画の方はですね、ちょっと早回しにしている、ところ区間があるんですが、まあ、こんな感じで進んでいきます。まあ、だけど実際走っているスピードはですね、まあ、時速でいうと10キロから20キロも出てないぐらい、本当にゆっくり進んでいます。はい、ちょっと走るとですね、標識が出てきました。これは国の環境省が設置している標識だそうですが、この付近にですね、タラマタ跡、まあ、田んぼの遺跡があるそうです。大きさがだいたい 100m×40m ぐらいの田んぼの遺跡、これがですね、階段状の田んぼになっていて、テラスがあるような田んぼの遺跡があるそうです。まあ、ちょっとこれ車で運転しているときはですね、これが遺跡だっていうことに気づきませんでしたが、後から調べたら、こんなところにですね、階段状の遺跡があるということが分かりました。ちょっと時間がある方はですね、行ってみるといいかもしれませんね。私もこれ次回来る機会があったらちょっと寄ってみたいなっていう感じがしております。はい、それで、今エコロード走ってるんですけど、海が非常に綺麗に見えるエリアがありますよね。ということで、先ほど通ったタラマタの田んぼの遺跡、これは非常に海に近いところにある遺跡だっていうことが分かります。で、タラマタっていうのは、なぜタラマっていうのがついてるかっていうと、実はですね、この田んぼっていうのが、タラマ島っていう、タラマ島っていうかな、こういった島がありまして、この島の人たちが、石垣に、来てですね、作った田んぼだというふうに言われております。はい、そしてどうやら、このタラマタを作った人たちが、この、タラマ島から石垣島に住み着いて、その人たちがですね、この石垣島の、まあ、先祖になった、まあ、最初に住み着いた人たちではないかといったような説もあるようです。はい、ということで車はゆっくりと進んでいきます。
先ほどちらっと見えた美しい海、そしてこの美しい大自然の緑、そして、まあ、舗装はされてない自然のままの、この伊良湖半島エコロード、この道をずっと進んでいくところです。はい、ということでこんな感じで、ずっとこの舗装されてない大自然の道を進んでいくんですが、やっぱりですね、私も結構ドライブ好きなところはあるんですが、大体ですね舗装された道を大体、まあスピードもですねそんなに出さずに、まあ、快適なスピードで進んでいくっていうのが、私のドライブのスタイルとして結構好きなんですが、あとそれとですねどうかな、山奥のワインディングロードっていうんでしょうかね、ああいった道をドライブするの好きなんですが、こういったですね今回伊良湖半島エコロードっていうところに来て、この舗装されてない、まあ、ワインディングロードっていうことになるんでしょうかね、まあちょっとくねくねと曲がっているんですが、こういった道を走るっていうのは初めてです。で、この道はですねやっぱり舗装されてないっていうことでそれほどスピードは出せないんですが、このように大自然、周りが非常に美しい大自然となっておりますので、こういった景色、これを楽しみながらですねドライブするっていうのもなかなか楽しいなっていうふうに個人的には思います。はい、ということで、この舗装されてない、車、1台が通る、スペースぐらいしかない、この伊良湖半島エコロード、この辺りなんですが、なんとか無事にですね対向車が来ることなくこの辺りまでたどり着きました。で、左手にちょっと車を止めるスペースがありますので、ちょっとこの辺り、左側に入って車を止めて、ちょっと休憩をしたいと思います。いや、それにしてもむちゃくちゃ景色いいですよね。海も見えますし、から、広い平原、緑、それから山、こういったものが見えます。ちょっとですねこの辺りで休憩したんですが、ちょっとジュースを飲んだぐらいで、この辺りでちょうど時間帯もお昼ぐらいでしたので、なんかお弁当かなんかテイクアウトで、まあ食べ物を持ってきてこの辺りで食べればよかったかなというふうに思っております。食べ物を持ってこなかったのはちょっと失敗ですよね。本当にこの辺りでゆっくりと昼ご飯でも食べたら美味しかっただろうなっていうふうに思っております。はい、それでは車は、どんどん伊良湖半島エコロードを南へ向けて進んでいるところです。このようにこの辺りまで来ますとですね、まあ、左側右側で上の辺りぐらいまでほとんど木に囲まれて、緑の、木に囲まれたエリアを走っていくと、まあ、木のトンネルっていうんでしょうかね、こういったところを走っていく感じとなります。はい、こんな感じでですね、左右そしてちょっと上のところまでこの緑のトンネルのような区間を走っていくということで、まあこれなんか個人的にはですね感覚としては、ちょっと前に九州に行きました。で、九州に行った時にですね魔の三角地帯とか行って九州を横断する路線に乗りました。これ豊肥本線という路線に乗ったんですが、この時に特急阿蘇っていう列車に乗って、その全面展望をちょっと動画で紹介しているんですが、そこのですね、まあ、特急阿蘇、豊肥本線を、まあ、通っているのとなんか似てるなって感じがします。鉄道の場合はですね、まあ大自然の中に2本の人工的なレールが引いてあって、その上をしっかりと進んでいくといった感じの趣があるわけなんですが、まあ車の場合はですね自由に自分で運転できるといった趣があります。はい、ということで、いや、まあ、今ちらっと左側にですね案内標識が出ておりました。なんて書いてあったかというと、矢印が左に書いてあって安良村跡と書いてありました。安良村跡と、これ廃村になった村の跡地があるエリアといったことになります。で、まあこういった昔の村の跡地があるっていうこと、これもですねちょっとドライブしている時点では気づきませんでしたので、後から調べてちょっと分かったんですが、ここに安良村っていう村があったといった跡地があるようです。はい、安良村の跡地からしばらく進みますと、このようにゲートに突き当たります。あ、こっから先もうちょっと行けないかなという感じですが、そんなことはありません。これ実は金具で止めてあるだけで、この金具を外すとですね、こんなようにゲートを開けることができますので、そしてゲートを開けて通過することができます。で、これですね、なんでゲートがあるかっていうと、ここから先はですね、この伊良湖半島のエコロードの南側のエリアになるんですが、このエリアっていうのは牛とか馬が放牧されていますので、これが逃げないようにですね、このゲートを設置しているといった感じのようです。はい、ということでこのようにエコロードに来てですね、まあ観光される方、ドライブをして観光される方は、これ放牧をしておりますので、牛とか馬をこちらで飼っておりますので、これが逃げないように、
ゲートを通過するときは自分でゲートを開けてですね、必ず通った後は必ずゲートを閉めていってくださいといったことになっているようです。まあ、ゲートを通ったら必ず閉めていくといったことですね。はい、石垣島エコロードをずっと進んでいきますと、左手にちょっと今見えないかな、あ、これ見えましたね、ちょっと山が見えまして、これがハンナ岳っていう山ですね、おそらく、ということでこんな感じで、この非常に美しい緑の、この木々、そして大自然の道、平原、それからですね、海と山を見ることができるといったエリアとなります。でこの辺りはですね、放牧が、されておりまして、牛ですとか馬ですとか、まあそういったものが、この辺りで飼われているようなんですが、本日はちょっとこの辺りまだ、そういった放牧でいる馬とか牛見ることができませんね。まあちょっとずっと進んでいきたいと思います。いや、日本国内他のエリアでもちょっとドライブとかよくするんですけど、こんな大自然の、この道をドライブできるっていうのはこのエリアぐらいではないでしょうか。あ、なんかちょっと今道をですね、黒い動物が横切りました。おそらくあれ今黒いやつ牛ではないでしょうかね、牛かな、牛じゃないかというふうに思います。今ですね、牛と思われるこの黒い動物がですね、この左手の草むらの方に歩いていったんですが、ちょっと車の中から今ではもうすでにですね、どこに行ったのか、見えませんでした。はい、ということでちょっと進んでいきましょう。このようにですね、本当に天然のサファリパークのようです。はい、こちらに、はい、馬がいましたね。これは馬ですね。馬を見ることができます。このように、牛や馬が放牧されているといったエリアとなるわけです。まあでも放牧っていうことで、もっとイメージ的にはですね、たくさんの馬やたくさんの牛が、これ群れをなしてですね、まあ放牧で飼われているっていうイメージがあったんですけど、ポツンポツンと、まあ1匹の、まあ牛とそれから1匹の馬っていう形で、この2つを見ることが今できていますが、まあちょっと進んでいきましょうか。はい、ちょっと進んでいくと、あ、前方から未確認、これ2本の足で歩いている未確認の動物が来てます。あ、これちょっと動物じゃないですね、失礼しました。こちらは人間です。おそらくですね、ここで放牧をされている方ではないかと思われるんですが、放牧をされている方、放牧をされている方じゃないかな、なんかジョギングシューズを履いていたので、ひょっとしたらこのエコロードをジョギングで走っている方がいるのかもしれませんね。まあちょっと詳しいところはよくわかりませんが、こちら、人間がこう歩いてですね、移動しているっていうこともあるようです。いやー、ということでこんな感じで本当に綺麗ですよね。本当になんて言うんだろう、天然のサファリパークっていった表現がいいのかもしれませんが、本当に天然のサファリパークに来たといった感じです。本当にこんな道を、ドライブするのは初めてということで本当に感動してます。むちゃくちゃ景色もいいですしね。はい、それではちょっとこの、エコロードの放牧があるエリアなんですけど、南側のエリア、ちょっと広い、広場があってですね、ここから、まあ、海岸の方にビーチの方まで行くことができるようなので、この辺りに車を止めてですね、ちょっとビーチまで散策をしてみたいと思います。はい、それではちょっと車を降りて歩いているところです。まあ本当にこの緑の大平原、そしてエメラルドグリーンの海、むちゃくちゃ綺麗ですよね。先日行きました、スクジビーチですとか、あとはカビラタバガ、辺りの、ビーチっていうのも非常に何て言うんだろう、人気が少なくてですね、まあ、プライベート感があって、まあ、隠れビーチ、シークレットビーチといった様相があったんですが、こちらのビーチもそうですね、人がほとんどおりませんって言いますか、今いるのは私一人です。で、ですね、このような綺麗な、まあ、海が広がっております。それから緑の大平原も広がっております。でひょっとするとたまにですね、まあ、牛とか馬をこちらで放牧しているようですので、まあ、野生じゃないかな、野生のっていうか、まあ、放牧をしている牛とか馬っていうのにこの辺りの大平原でも遭遇する可能性もありますよね。さあ、それでは、こちら、なんだ、なんか車が通った跡があるんですが、ちょっとレンタカーでこちらまで来るのはちょっと、なんか、タイヤがはまってしまったら怖いなっていう感じがして、まあちょっと道の横にですね、車を止めて今歩いてきているところなんですが、
おそらくこの地元の方とかで、まあ四駆ですね、 4WD の四駆の車、車高の高い、まあ要は車高が高いっていうか、あの地面とそれから床の位置が高い車に乗ってる方はですね、こちらまで入ってきても大丈夫なのかもしれません。はい、遠方にですね、まあちょっとした小高い山が見えますね。それとあの綺麗なエメラルドグリーンの海と入り江になるんでしょうかね、まあそういった感じの非常に美しい景色を見ることができます。あの山がですね、ハンナ岳っていう呼ばれている山、ハンナ岳っていう山だと思われます。はい、小高い丘を下ってくると海に近づいてきました。本当にあのなんか今回ですね、こちらなんか食べ物を持ってピクニックでこちら来たかったなという感じがします。なんか美味しいものでも買ってですね、ここで食べたかったなっていう感じがします。ちょっと食べ物を買ってません。でこちらちょっと小高い丘からあちらの山の方を見ると、ハンナ岳とそれからエメラルドグリーンの海の入り江、こちらを見ることができます。非常に素晴らしい景色ですよね。はい、ということでせっかくここまで来ましたので、ビーチ、海のところまで行ってみたいと思います。ビーチですね。これ今歩いているところは結構砂が白いんですが、ビーチの方に行きますと、水がちょっと浸かっている部分はちょっと赤っぽい砂になっている感じですね。ということで、この、平久保半島、特にこの石垣島の北側のビーチ、これはですね結構あの赤っぽい砂、ビーチの砂が結構赤っぽい砂が多いのかもしれません。まあでもこのようにですね、あの水にあまり浸かっていないこちらの乾燥したエリアでは、このビーチの砂も白っぽい色となっております。あの海に近づくにつれておそらく、海水が、まあ浸かる部分、この部分は赤っぽい感じの砂となっています。この辺りはですね、海水浴はできるんでしょうかね。なんか砂浜としては非常に、まあ綺麗な、まあ広い砂浜が続いておりまして、海水浴しやすいような感じはするんですが、この辺りは遊泳禁止とは書いてないですね。遊泳禁止とは書いてないので、おそらくまあ、海に入ることはできると思うんですが、まあシャワーですとかトイレですとかそういった設備がありませんので、まあ観光用のこの、海水浴用のビーチとしてはあまり使えないかもしれないです。まあまさにですね、そのシークレットビーチといった様相で、まあプライベートで使うような、用途の、まあビーチといった感じになってるのかもしれません。はい、せっかく、こちらまで来ましたので、もうちょっとビーチの、これ南の方に向かって今歩いているんですが、もうちょっと南の方に向かって歩いていきたいと思います。海は非常に美しいですね。海はですね、本当水色、青といった形です。そしてちょっと赤みがかった砂浜といった形で、非常にですね色の対比が美しい状態となっております。で海の色っていうのが、この、一番海に近いところを歩くとですね、なんか、水色がちょっと水色っていうかなんか濃い青色に見えます。で、さっきあのちょっと高台からこの海見てみましたよね。だいたいこの沖縄の海っていうのはちょっと高台の位置から見るとですね、エメラルドグリーン、綺麗なエメラルドグリーンに見えるようです。ちょっと前の動画でカビラタバ川っていうところに行ったんですが、カビラタバ川もですね、砂浜を歩いているところでは、結構ですね海の色はですね、まあ普通の水の色かなっていう感じもしたんですが、ちょっと離れて、あのちょっと高台にあるブランコからですね、カビラタバ川の、海っていうのを見てみたらですね、ものすごい綺麗なですねエメラルドグリーンに見えました。ということでですね、海っていうのはちょっとあの見る角度によって、見る位置、標高っていうかな、角度によって、その海の色が変わってくるっていうことがこれで分かりますよね。でどちらかというとちょっと高台のところから、海を見るとですね、むちゃくちゃ綺麗なエメラルドグリーンの海に見えるといったことが分かります。いやー、それにしてもこれむちゃくちゃ綺麗なビーチですよね。本当になんか食べ物とか飲み物を持ってきてですね、ちょっとのんびりしてみたかったなっていう感じがします。ただこちらですね、お手洗い、残念ながらお手洗いはない感じですね。ということでお手洗い行きたいときはちょっとまたあの近くの町まで行かなければいけないかもしれません。
で先ほどあの道路が走っていた、まあ、車で走ってたとこですけど、ちょっと高台のエリアになっておりまして、あの辺りはですね、飼われている、馬とか牛とかがしょっちゅうあの放牧されて歩いているんですが、さすがにこのビーチまで来るとですね、そういった形跡はありません。人が歩いた、あ、これなんだろう、これ牛か馬のなんか歩いた跡かな。いやいやいや、違う、あ、これ自分が歩いた後じゃないですか、さっき自分が来たとこだという感じで、本当にあの牛とか馬が歩いた形跡っていうのは、ありませんので、こちらまでそのなんだろう、放牧で飼われている牛とか馬は来ないようですよね。はい、ということでこんな感じで平久保半島エコロードにあるビーチのエリアに行ってみました。ちょっと散策をしてみました。非常に美しいエリアだったと思います。ひょっとするとですね、もう食べ物ですとか飲み物を持ってきてこちらに来て食べたり飲んだりするとのんびりできるのかもしれないですよね。はい、ということでこんな感じでですね、今回は一番北の平久保崎から平久保半島エコロードを北から南へ向かって全線走破する、車で全線ドライブするといった、まあ、感じで来ているわけなんですが、このようにですね、北の方はですね、結構あの細い一本道で、車がすれ違うのも大変なところっていう感じだったんですが、一つゲートを入って、この牛とか馬の放牧エリアに入ってくるとこんな広い平原があるといった形になっております。ということでですね、結構ですね、なんか大きい車で来られるような方は、たくさんの人で来られるような方はあっちの北側のエリアはちょっとあの行きづらいと思いますので、ゲートから南の南側のエリア、こちらのエリア、こちらに来ますとですね、結構あの放し飼いの牛とか馬も見えますし、あとはこういった綺麗なビーチでのんびりすることもできるといった感じになっておりますので、この南のエリア、特にこの南のエリアっていうのはおすすめのエリアではないかというふうに考えております。はい、ということでビーチでのんびりできましたので、まあ、引き続き平久保半島エコロード一番南側の終点に向けて、まあ、走っていきたいと思います。はい、ということであとずっと走っていこうかと思ったんですが、ちょっと右側の、広場、右側の平原を見ましたらですね、ちょっとあの馬が放牧されていたということで、ちょっと馬を見学していきたいと思います。はい、ということでこんな感じで車を止めてですね、車を降りて馬を見ているところです。まあちょっと遠巻きに見ています。おそらくあの人間が近づいたらまた逃げちゃうかもしれないので、ちょっと遠巻きで、馬を、見ているところなんですが、このように馬が白い馬、それから茶色っぽい馬、まあ草を食べているようですね。こんな感じで、まあ本当にあの、放し飼いにされている牛とか馬、本物の牛とか馬を、間近っていうか、まあちょっとあの離れてるんですけど、こんな感じで見ることができます。はい、それではですね、また別の車が今、先に進んでいますが、こんな感じでですね、まあおそらくあの地元の方の車ではないかと思いますが、このようにですね、自由にドライブすることができるといった感じになっております。はい、それではちょっとまた進んでいきましょう。まあそれにしてもですね、なんかあの牛がですねあまり見れませんでしたね。なんかあの YouTube の動画ですとか、この写真を見るとですね、このエリア牛が放し飼いにされてですね、結構牛がブレをなして進んでいるっていったこともあるそうです。はい、また馬がいました。ちょっと馬を見学しているところです。こんな感じで馬はたくさん見ることができましたよね。非常に美しいエリアとなっております。まあ牛がもうちょっと見たかったですね。牛の群れが放し飼いにされているっていう感じみたいなんですが、ちょっと牛をたくさん見ることはできませんでしたね。はい、ということで牛の群れを見ることができなかったっていう点はちょっと残念なんですが、これなんで牛いなかったんだろうかな。ひょっとしたらですね、あの前日の夜に、ライブ居酒屋のウリズンさんっていうところに行って石垣牛をちょっと私食べちゃいましたんで、その関係で牛が少なくなってたのかもしれないですよね。おいおいっていう感じで、まあそんなことはないと思います。はい、ということで車は平久保半島エコロードの一番南の端のゲートまで来ました。これも自分で、開けてですね、ゲートを通って、そしてもう一回ゲートを閉めます。こちらのゲートはですね、金具を差し込む形ではなくて、ちょっとあのチェーンでぐるぐる巻きにするタイプのゲートです。ちょっとやり方は分かりづらいんですけど、まあ、実物を触ってみるとね、この、締め方も分かると思います。
はい、ということで今回は平久保半島エコロードをご紹介いたしました。皆様も一度、石垣島に来た際はですね、この平久保半島エコロードドライブをしてみるといいのではないかというふうに思います。 Thank you for watching the Vega Traveler channel. Could you enjoy the video enough? See you soon. Thank you.